こんにちは、ホタルです。今回ですね、ガチャガチャ動画になります。ですね、つい先日ですね、屋敷レベル18まで到達したんですけど、それによって現在このガチャが登場してまして、27日いっぱい、あ、違った、ごめんなさい。こっちだ。こっちが出てまして、で、こっちが、そろそろ終わります。日付書いてないのか。はい、そろそろ終わるはずですね。なので、このガチャと、まあ、この前だった、島津の復刻投与と、公式生放送で紹介されてましたね。限定投与、立花銀次郎のガチャが、3つ同時に来てて、どうしましょうっていう感じです。で、ちょこちょこ話してますけど、これが27日の一杯なので、今日までなんですよね。今27日の夜、収録してます。で、戦記族が合ってるので、ここら辺が、やかましいですが、ご了承ください。で、島津の方はですね、この二人持ってないんですよね、私。で、まあもう他はもう持ってるしっていうので、いいんですけど、この二人は欲しいんですよね。で、ちょっと提供割合の方を見ましょうか。提供割合の方が、SSR は 7%、名称投与と一緒ですね。で、通常枠のところは、吉久、吉弘ともに 0.15% になってます。で、他の天武900のとこを見てもらうといいんですけど、0.014% とかになってるので、それよりかは10倍出やすいですけど、0.15% とかを引ける気はしませんっていう感じで。で、確定枠ですね。確定枠のところだと、それぞれ 3.75% になってます。まあ、他の天武900が 0.357% なので、こちらも、約10倍になってますね。それともう一つですね。東洋の方のミッションが来てて、50回でシーズン2の SSR チケットがもらえます。こういうメンツですね。はい、鉄の棒欲しいな。で、100回でこちらですね、選べる復刻有効度箱ってことで、1000ずつで、1000ずつというか、1000で、どっちか1つ、どっちか1人選べる形ですね。で、150でもあって、200でもあって、250でもあって、300でもあって、で、400で最後ですかね。400で最後で、まあ、どっちも1000なので、1、2、3、4、5、6、6点もらえますね、合計で。っていう感じですね。で、ミッション画面に来たので、ついでにこっちも、紹介しますけど、銀千代ガチャの方も100回で銀千代の有効度1000がもらえます。なので、まあ、これが天井みたいなもんですね。で、さらに50回せば1000もらえて、50回せば1000もらえて、50回せば1000もらえて、っていうのが続いて、で、最後が400に飛びますけど、300から。こちらが有効度箱で、シーズン4の天武900の武将が出るやつか、銀千代の、有効度ですね。1000が選びます。天武900シーズン4のやつはこの4人ですね。という感じになってます、ミッションの方は。はい。お待ちしてました。はい、それで結局、私が何を引くかっていうとっていう話をするんですけど、島津の方が150回引けば2人とも手に入るんですよね、確実に。なんですけど、銀千代ガチャを引こうと思ってます。はい。で、選抜投与のね、ストーリーも持ってないんで欲しいんですけど、まあ、こっちはまだイベントとかで手に入る可能性も全然あるので、まあ、ここ買いましたけどね、チケット。この分10回ぐらいまでは回そうかなと思ってますけど、基本的には、銀千代のガチャを回そうと思ってます。登場武将の方はですね、天武900のシーズン4の武将も出てきます。850の武将軍も出てきます。ただシーズン2、シーズン3の武将とか、また限定ガチャの武将とか出てこない感じですね。はい。で、定期割合の方も確認していきましょうか。基本的に通常枠の方は、SSR は 7% になってます。で、緊張が 0.2%、ソーリンらが 0.025%。はい。で、天武900通常というか S1 のやつですね。が 0.014% になってます。
で、シーズン4から登場した、天部850武将は 0.225% になってます。その他の850は 0.069%。低いっすね。はい、となってます。で、10連ごとに確定枠があって、50連で天部900確定とかはないですね。で、10連ごとの確定枠、SSR 確定枠のところでは銀千代が 5%。ソーリンらが 0.625%。S1 天部900が 0.357% になってます。天部 850S4 のやつは 3.75%。その他が 1.153% ですね。はい。っていう感じになっております。で、私は、まあ、銀千代1点狙いですね。まあ、でもソーリンとかが出てきてくれても嬉しいんですけど、基本的には銀千代を狙っていきます。で、100連最悪するのかなみたいな感じですね。で、現状は、8800円の30連のやつですね。を買ってる感じですね。はい。じゃあ行きます。まずはちょっと銀千代の母体が欲しい。銀千代は強いです。強いですね。強いですけど、まあ、大将にするのも結構いいんですけどね。で、紹介なかったですけど、公式放送の方では、秘伝の方が、結構強くて、レベル5になると、習得武将の戦法発動時ですね、100% の確率で攻撃対象部隊プラス1、上限4で、まあ、戦法威力プラス 30%、これはちょっと低めにはなってますね。で、対戦不要っていうのの、秘伝ですね、もう持ってます。で、これが、銀千代がもともと戦法が、敵3部隊に250の武勇攻撃。で、自大名家領土内で戦闘する場合は 350% に威力上昇なので、これが4になる感じですね。4×250。で、自大名家領土内だと 4×350 っていうことでめちゃくちゃ強くなりますね。まあ、そこまで、手に入れるためにはすごいガチャ回さなきゃいけないので、まあ、そこまでいけるのかっていう話にはなってきますけどね。で、あと、まあ、結束も持ってるので、戦法連鎖が発生しやすくなるっていうやつですね、結束は。で、20% 付与なんですけど、で、連鎖順が早いになってますんで、まあ、先に銀千代の、これが発動してんで結束が先について、そこから連鎖が始まるみたいになるのかな？ちょっと検証と確かめとかはできてないですけど、まあ、ちょっと結束の、効果っていうか、そういうのですね。は、ちょっと、検証はまだできてないですけど、そんな感じになるのかなって感じですね。まあ、20% プラスされるっていうのはないとは思うんですけど、まあ、どうなんすかねって感じで。例えば 40% 連鎖だったら、その 20% で 8% 上がるとかなんですかね。ちょっとここ、後々、見ていきたいところですね。すいません。今のところは、自分は詳しく分かっておりません。申し訳ないです。はい。じゃあ行きましょうか。銀千代強いんで、普通に欲しいです。あと、なかなか珍しい、ゴリゴリの武勇姫武将なんで。で、天武900でしょ？天武900のゴリゴリの、武勇系姫武将っていうのは、初めてじゃないですかね。機長は、まあ、知略系というかサポート系なんで。で、まあ、適正も弓以外は全然使っていけるんで、すごく欲しいです。はい。まず無料の1回目行きましょうか。ちょっと長くなってもあれなんで、演出で、まあ、薄そうだなって時は飛ばしていきます。はい、次ですね。で、これで、まあ、調整で9回引きましょうか。一応、9枠目が SSR 確定なので、そこが姫じゃないと、姫なのか？ちょっとシルエットもわかんないですけどね。姫ですけど、あ、ねね、ラッキー。どっちな、姫ですよね、さすがに。女性ですしね。でも、武勇系だしなーとか思っちゃいますけど。あ、しまった。普段の癖で普通に売ってたわ。ごめんなさい。次からちょっと省いていきます。はい。で、20連目いきましょうか。まあ、5% だからなかなか出ないですよね。SSR 自体は 7% なので、ま、さすがに姫シルエットだと思いますけどね。おう、3枚抜きか？
はい。やばい。やばい。もう30年か終わる。嘘でしょ。光れ、光れ、光れ、光れ。光らないねー。天武900来ないかねー。さとみくん。君出すぎだよ。はい、端数2。あ、無償のやつ買って、切ればよかったか。はい。30連ちょっとですけど、32連か。まあ、出ませんでしたね。しばしお待ちを。はい、無償分で買えるやつですね。5枚買ってきました。まあ、これで出るとは、まあ、思えないですけど、行きましょう。はい。追加か。はい、追加しまし、できました。37連してんのかな、今は。まあ、67連までいきましょうか。最後33連もしなきゃいけない。きついなー。はい。もう確定枠以外では出ないでしょう、天部。SSR 確定枠で5%ワンチャン。でもそれ5%で20回に1回なんだよな。最後昇格ですね。スルめっちゃ出る。はい。あれ？あ、そっか、ずれてんのか。ここは確定か。ごめんなさい。3枠目が確定ですね。俺はこれは逆に熱いと思ってる。うわ。文官？ああ、大言切磋。はい。はい。はい。いや、きついねー。期待してしまう。あと33連で100連ですもんね。ちょっと端数やるか。さすがに、30連深追いは、現時点でちょっと無理かな。まあ、3連とかで、銀帳が出て、プラス30連するかっていう話ですね。はい、確定枠。ちょっと厳しいんで、ああ、仲間さん、やった、これは嬉しい。これは嬉しいけど、違うんよ。これで4凸できるのかな？ 4 凸一歩手前ぐらいかな？そんぐらいですね。あと30連。ですよね。すいません、ちょっと確認してきます。ミッションの方。はい、戻りました。あと30連ですね。天井まで。いきます。10連目ですね。来た！これ来たんじゃねえの？うわ 嘘だろ？マジで言ってる？ああ！わあ！お前何しとん？マジで 秀吉マジ出すぎな？ほんと。俺これで、総理とか、加藤清正とか、福島とか、ゼロで、秀吉だけ4凸じゃね？マジで。これシーズン4の天武900、秀吉しか出ない問題。やべえわ。
はい、あと20連か。いや、天井で終わるの嫌だ。マジか。お？やべえ。何度も裏切られてきたけど。姫シルエットで、おってなる。ありがとうございました。ちょっとごめんね、ごめんね。なんか、なんかちょっともう一回、もう一回見てくるね。はい、無事天井でーす。天井行きまーす。ここで抜いてくれてもええんやで。参ります。一突できるから。ダメだこりゃ。工作部。まあ。はい。はい、ゲットでーす。今、勧誘のところこんな感じなんですよね。全然ダメだな。はい。うん、やっぱ姫だよね。そりゃそうだよね。道雪が娘、橘銀千代。橘山城徳だ。かっけー。はい、銀地をゲットしました。いや、いいね。いや、でも天井なんだよな。はい、じゃあちょっとおまけやっていきましょうか。選抜と島津と、名称最後、名称から先やるか。あ、なんか了承が溜まってる。良き筆を使います。はい、名称いきます。SSR が9個目で出る。任せて。天武900確定ではないけど来た。参ります。え、これソウンとか出ちゃう？ソウリンとか出ちゃう？ソウンじゃねえわ。ソウリンとか出ちゃう？すげえ分感多いけど。大切なのは9枠目なんで。剣心ガギ、貴殿と共に。やべ、がっかり感が。がっかり感が半端ねえ。じゃあ島津行きますか。10連分はしようかなと思ってます。チケットもありますしね。はい、で3回で SSR 確定で。任せて。任せて。任せて。ここかな？確定っすね。参ります。えい。 3.75% ずつ。あー、分か。あー、何事にも全力でかかります。貫突してまーす。君が出てきてくれる分は嬉しいんですけど ね。はい、選抜東洋ですね。ソーリンと鍋島が出やすくなってます。提供割合的には、通常 0.2%、0.547%、確定枠ソーリン 5%、鍋島 9.13% ですね。で、天武900確定まで行けば50連ですけど、まあ、ここまではちょっと今回私は聞きませんけど、ソーリンが 50%、他900が 5% ずつですね。ってなってます。はい。で、これも、10連まで引きますかね。任せて。まあ、出ないよね。はい、あと4回で SSR 確定なんで。腕を磨いておきますね。そこまで引きましょうか。自慢の筆を
あれ？ちょっと待って。やらかした？やらかした？マジか。出てなかったじゃん、タイムリミット。え、やらかした？マジか。嘘、書いてなかったよね、ここにリミット。だからもう過ぎてたから書いてなかったんか。で、チケット分までは引けますよ、みたいな。うわぁ、やらかしたぁ。あ、やらかしたぁ。トーリンいるんだよ。うわぁ、5% のチャンスが。マジか。あー。はい。やらかしたようです。うわ、何時からだったんだろう。何時までだったんだろう。あー、やらかしたなぁ。あー。あーあーああもうしょうがない。はい。ということで、本日の以上になります。銀千代以外、ほぼ出なかった。ですね。ああ、そんな嘘か。黒田長政が2体出たし、秀吉大返しが、1体出てるんで、まあまあ、天武900も出てるし、850のピックアップも出てますね。ああ、もうなんか全部吹っ飛んだ。ああ、ああ、しまったなぁ。ちょっと、期限と確認ぐらいしとけよ、俺。やらかした。ちょっとリアルが忙しいのにかまけてちゃん、ああ。はまあ、ということで、まあ、銀中も結局、天井だしね。天井だしね。もう、うん。まあ、でも、銀中さんは手に入ったんで、まあ、よりきに入れててもですね、姫上徳は効果ありますんで、使っていこうかなと思います。それでは本日はここまでになります。お付き合いありがとうございました。ああ、もう全部ぶっ飛んだ。ああ、やらかしたなー。それでは。ああ、銀千代のなんか詳しい解説とかは後日動画上げようと思ってます。